おはようございます。FX の相場解説の緊急でですね、追加を流させてもらいますね。えー、現在の時間は9時37分です。日付にして2022年4月11日になってますけども、えー、早朝の相場解説からしばらく経ってですね、えー、まずは6時の相場スタートの今画面を見ていただいてます。えー、先週に引き続いて まあこれから上昇傾向にあるのかなという相場の中で今朝はいきなりですね窓を開けてスタートしたじゃないですかで、えー、とポジションを持っていた私としてはまあロスカット2度目のロスカットを食らったわけなんですけどもただね窓ができたってことはあの理屈が通用するんですよ、まあ、そうなんですよ窓埋めですよねこれは正確に言うとねテクニカルの中にはないんですけどもほぼ迷信みたいな感じなんですけどもこうやってね窓ができる 相場っていいうのは特に土日ととかを挟むと起きやすすんですよこの窓ね通常チャートっていうのは連続した形になってね存在するんですけどもこれ窓って言ってここ空いてるでしょこの窓が開いた後って急速にこの窓が埋まっていくつまりは溶線がズバッと上に伸びることが多いんですよただこれねなんでそうなるのかってよくわからないんで私はテクニカルの中に入れてないんですよで、まあ、ですんで今回じゃあ 窓を埋めるからっっててうんででこここエントリーねってことにはなりませんえー、もちろんエントリーされる方も多いんですけどもまあこれはちょっと迷信みたいなもんなんでね私はねよくよくこれを経験していながらもう、うん、放送ではここでエントリーしましょうということはないんですよじゃあちょっとね6時から時間をずらしてこれがどうなったのか次の時間軸を見てみますねはい7時半1時間半経ってあれ一気に窓埋めになりました あエントリーしときゃよかったなと思うところなんですけどもまあでもね振り返ってばかりはいられませんやっぱりいつもの迷信通り窓埋めが起きたってことはあの今ね先週末の水準にもう回復したってことなんですよ、まあ、そうなんですよ先週末はああ124円の300あたりで終わったんですけども週が明けてみたらこういう風に124円ギリギリで窓を開けてスタートになったでしょ要するに土日で だいぶ円高が進んでこのチャート図で見ると叩き落とされたような感じになってるんですよね、まあ、だから結果論としてはその時にですから先ほどの6時の段階で倍でエントリーしとけばよかったねってことになりますけども私の場合は迷信だと思うのでテクニカルに含めてないので、えー、エントリーをお勧めすることはありませんでも結果的にこうやって、えー、窓埋めが成功しましたよね でここから見るのはあ先週末の水準に回復したなとじゃあここからスタートだよねって考えればいいんですよ全体の相場感っていうのは右肩上がりですからまさに右肩上がりに思うように進んでるってことが確認できるでしょでさらに時間を進めていきますよはいじゃあ9時ですさらに1時間半ですえっ、ー、とここでですね新しいエントリーポイントの設定をしようかなと考えていくわけなんですよで上昇トレンドがもう確認できましたよね 今、上昇トレンド、3本の陽線が出た後で、今、確定はしてないんですけども、陰線がちらほらしてるとこです。で、これが9時ですよね。30分ほど経ったらね、これがどうなってるのかよく分かりますよ。はい、9時半になりました。全部陽線で確定しましたね。えー、ということでね、上昇トレンドは、窓埋めも込みで、もう1時間でも起きてるってことなんですよ。えー、週足、1時間足、4時間足で、右肩上がりでしょ。 1> で1時間足も右肩上がりができましたんでじゃあ堂々とここからエントリーすればいいと思いますけども度胸も資金もない方は124円の575ここを超えたらエントリーでもよろしいかと思いますよ、ね、もしくはもっと資金のない方は125円を超えたらエントリーで倍でいってもいいんじゃないですかねということでエントリーポイントの設定は以上です追加放送以上でございます